無駄なとこを省いて可愛く見せる。ここさえ負けとけば上まで負けてるように見えるので、これだけで一撃早っ手先命くるってなってたのが可愛い。反撃をなしでもできました。こんにちは、ベロチャンネルのゴーです。アシスタントのケイです。はい、今日はですね、一角先生に来ていただきました。お願いします。今日も今日もです。最近一角多いよね。多いですね、はい。一角すごい波ウェーブが上手で、美容師目線で見たら僕波ウェーブ結構僕はあんまり得意じゃないんですけど、なんであんなに早くできるのかとか、美容師さん側から見て分かりやすいことと、自分でやる場合こうやるっていうすごい簡単なやり方、ケイちゃんもあるやろ。はい、うん、その辺をちょっと伝えていけたらなと思います。なんで一角あんな早いの？普通に巻くと結構皆さんブロッキングってとこいっぱいパネルを取っていくんですけど、波ウェーブってもうこう横にバッて取って一撃でこう、あれ一撃そう使っちゃいました使っちゃいました、はい、無駄なとこを省いて可愛く見せるっていう巻き方があるので、おっしゃ、それをしていきたいと思います。じゃあ行ってみよう。はい、はい、じゃあ早速巻いていきます。でセンターからブロッキングワイヤー2で取って、まずはネープからですね、やや前上がり、やややトゥーです。コートジボワール代表やサッカー前上がりに取ります。でまず外グッて挟みます。ここをグッ、うん、で離すと無理です。おお、うん、でここ持ってるところを挟みます。ほうほう。で皆さんこっち動かしがちなんですけど、うん、違います、こっちなんですよ動かす。あ、なるほど、こっちを下に下ろすだけです、はい、じゃあ勝手にもうこっちにできてるんですよ。おお。でまた持ってるところを次は、うん、外、この時もこれをグッて上に持ってあげるんですよ。ほー、コテはだからあんま動かさない。なるほど、若干ぐらいです。なるほど。でここはちょっと難しいか、手入れる怖いんで、ここを当ててあげるんです。チョップね。はい、チョップしてます、うん、おー、なるほどね。まっすぐしすぎるとラクダみたいになっちゃうんでラクダみたいそうです、ね、若干斜めに入れてあげた方がこう綺麗な、ちょいちょい挟んでくるなカメラしてちょっとカメラ慣れしてで次のパネルも同じですね。本当これをひたすら繰り返して、はい、テンポよくいくとグー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 。そんなんでいいんだ。で意外と上までいかなくていいです。ここってボリューム出やすいんで、うんうん、ここまでやりすぎるとも う, こ, う、うん、ここだけです。でまあ髪の毛の量にもよるんですけど、多い方は4パネルでいってほしいです。毛が細めの方とかやったらもう3パネルでいけるんで。ああ、バックサイドね。はい、うん、コツとしては本当この毛を挟んだところをしっかりいくっていうことが大事です。やるとこう均一した波になってくるんで、最後のパネルの方はちょっとステムを上げていって上の方まで。ここさえ巻けとけば中が前来てなくても上まで負けてるように見えるので。ああ、なるほど。もうほんとこれだけで一撃一撃使っちゃう一撃これだけ表面ちょっとスパイラル、あ、スパイラルの縦巻きを縦巻きを挟んであげてください。ワンパンでここまでは全然ここぐらいはその上だけしっかり巻いてあげればそこに乗ってくるって感じになるので、ほんともう無駄がないっていう形になってきます。サイドいきます。これも斜め前に引っ張って、あ、斜め前か。そうですね、サイドは多分もう結構後ろに比べて毛の生えてる場所がもうここからしかないので、そんなにここは2パネ3パネぐらいで、こういうちょびっとしたところだけなんか巻いといてあげても全然いいです。中の、はい、正面の毛を、おお、正面の毛を、はい、終わりです。できました。早っ。これでも、一角今顔映ってるんで、めちゃくちゃドヤ顔してる。よし、じゃあ、ケイちゃんの片方サイドは、ちょっとセルフで。はい、私がやったらいいですね。私がやってください。あれがやるんだ。まず、最後、イヤー2。イヤー2分けて、で、後ろの毛を、
半分に分けて、残った毛を先に巻いていく。前に出す。そうそうそう。こうですね。そうですね。はいはいはい。こうで、こう、こう。あっ！え？手当たって温度消えた。あっ！毛先がちょっと気に入らん。毛先が気に入らん。そう、こう。毛先命。毛先命。毛先確かにしっかり。こうやってくるってなってたのとかわいい。はいはいはい、はい。まあくまでもセルフなんでね。こっちになんか勝ちに来ようとせんといて。外行ったら次、うち、手を持ってる。で、手で持ってるところっていう、あ、それは一緒だよね。あ、そうです、そうです。それは一緒。うん。そうね、アウトラインってでもそれぐらいでいいと思うよ。あ、いいですね。うん。これがね、私3面着なかったら後ろどれ巻いてるか分からなくなっちゃうんですよ。けちゃん、はい、素人感丸出しな。3面着あった方がいいですよ。そう、3面着あったらできるんですけど。あ、おーおー、うまいね。いいね。波ウェーブはこうやって低くても上からスパイラルさえ垂らせば、はい、つながるんで、うんうんうん、サイドも大得意よ。サイドはもう大得意ですよ。はい。いや、お客さんにもいつもみんな後ろどうやって巻いたいんですかっていつも聞かれるの。そうなんですよ。私はもう三面鏡を買ったらいいと思います。え、ゴーさん、じゃあ後ろいつもお客さんにどうアドバイスしてるんですか。アドバイスしてない、うん、慣れやねん、ほんま。あ、慣れてしかないし、うん、それをどんだけ教えたとて、うん、やっぱそれ見て感覚で覚えていかないと、うんうん、なかなかね、うん、やっぱ実践ですね。なるほど。何でも上手、上手、上手、上手よ。横はいい感じですか。いや、全然全体的に負けてる、普通に。本当ですか。うん、こんな感じ。おお、うまいな。上手です。え、キエちゃん全然うまい。全然わからない。うわ、なんかどうかわからない。三面鏡なしでも、ね。三面鏡なしで。三面鏡なしでもできました。できましたね。はい、じゃあ出来上がりました。どうでしょうか。でも全然負けてるよな、キエちゃん。全然、ありがとう。全然いけてる。普通に負けてますね。いいね、こんな感じ。リッチはやっぱ一角が巻いた方が、うん、まあ、力がしっかり、リッチは出てるよね。はいはい、入れるんで。長か、毛が長い人は後ろの毛を持ってきて前で巻いたらいいだけであって、うん、で、まあ、こうやって前に持ってきて巻くやん。で、巻いて後ろの毛を引っ張って持ってきてるから横の毛やと勘違いしてるだけで、うん、だから全髪の毛を前に持ってきて巻けば巻けるよ、うん、そうですね。で、後ろの表面のスパイラルの部分だけ後ろ手持ってきて巻けばいいんじゃないかな、うんうん、確かに。セルフで巻くやったらそこまでブロッキングしまくる必要もなくないですね、うん、多分ここまででいいと思います。波ウェーブ本当ここさえ巻けたら、うん、むしろいらない、いらない、ここはもうスパイラルでいい。あともだからこの辺だけちょっと表面だけちょっと取って、はい、筋でこうやって巻いてこの辺にこう可愛いふわふわっとした毛作っといたら、うん、俺も負けんねんからな。はい。自分でやるやったら、まあ、もうちょっと今日32ミリなので使わせていただいたんですけど、うん、26ミリのもう一段階細いうんうん、固定でやってあげた方が、まあ、やけどの心配なくできるかなと思う。あ、なるほど、はい、そっちでやってあげても全然いいと思います。じゃあ次はまたなんかいろんな巻き方一角先生に教えてもらおうかな。お任せください。はい、はい、じゃあそれではまたバイバイ。セルフの巻き方はやっぱ女の子呼ぶのが一番いいわね。そうですね、うん、金髪ウィッグ一回買おうと思ったんですよ。あ、それあの巻きどうやるんですか。めっちゃおもろいですか。